ファスナーや金具を使わない布だけでできるショルダーバッグの作り方をご紹介します。では今日はこういったショルダーバッグを作っていきます。紐は長さが調節できます。このように輪っかに入れて長さを調節して結んでいただくだけで長さの調節ができます。金具やファスナーを使わないので簡単にできます。用意する材料はこちらになります。表布2枚、縦 35cm×横 35cm、 裏布2枚、縦 35cm×横 35cm、 ショルダー紐に使う布、縦 63cm×横 7cm を2枚、縦 15cm×横 7cm を1枚。では作っていきます。裏布を中表にこのように合わせます。返し口の印をつけます。10センチの幅の印をだいたいこの辺につけてください。縫うときにずれないようにクリップで留めておきます。返し口の10センチのところは縫わないようにして、ここをコの字で縫ってきます。縫い代は1センチです。表布を中表に重ねます。縫う時にずれないようにクリップで留めておきます。ここをコの字で縫います。縫い代は1センチです。表布と裏布をそれぞれ縫ってきました。縫い代をこのように割ってアイロンを当てて癖をつけておきます。表布と裏布両方アイロンを当てて縫い代を割っておいてください。このように縫い代が割ってあります。マチを作っていきます。マチの部分をこのように三角になるように折ります。ここに8センチの線を引きます。左右対称になるように引いてください。反対側も同じように8センチの線を引きます。縫うときにずれないようにクリップで留めます。こんな感じで8センチの線が引いてあります。線の上をミシンで縫います。裏布も同じようにマチを作ってください。このように線の上をミシンで縫ってください。4箇
箇所すべてまちを作ってきました。このように縫えています。余分な布を切っていきます。縫ったところから1センチ離れたところをこのように切り落とします。4箇所すべて切り落としてください。こんな感じで切ってあります。紐も作っていきます。長い布2枚を中表に合わせます。でここを1センチの縫い代で縫ってきます。1箇所だけで大丈夫です。ではここがこういった感じで縫えています。広げて縫い代を割っておきます。布のここの端のところを1センチ折ってアイロンを当てます。結構長いんですけれども、最後まで1センチ折ってアイロンを当ててください。反対側も1センチ折ってアイロンを当てておきます。このようにアイロンを当ててあります。そうしましたら片方のここを1センチ折ります。片方だけで大丈夫です。そうしましたら半分にこのように折ってアイロンを当てておきます。ではこのようにアイロンを当ててきました。そうしましたら縫い代は2ミリで1周ステッチをかけてきます。ではこういった感じでステッチを1周かけてきました。端っこはこんな感じになっています。そうしましたら小さい方の布を用意して、こことここを1センチずつ折ってアイロンをかけておきます。そうしましたら半分に折ってアイロンを当てます。そうしましたら縫い代2ミリで1周ステッチをかけます。表布に紐をつけていきます。表布は柄が前に出るようにひっくり返してあります。まず短い方の紐を表布のここにつけていきます。バッグの横の部分につけていきます。クリップで留めておきます。反対側に長い方の紐をつけます。先ほど折っていない方の端をバッグの横につけていきます。ここにつけてクリップで留めておきます。2本とも縫い代5ミリで縫い付けます。こんな感じで縫ってきました。
裏布の中に表布も入れます。柄と柄が重なるように中表になるように入れてください。そうしましたら、こことここを合わせてクリップで留めておきます。紐は中に入れておいてください。反対側も同じように縫い代同士を合わせてクリップで留めます。紐は中にしまっておいてください。そうしましたら、ここを一周クリップで留めておきます。縫い代1センチで一周縫ってきてください。こういった感じで一周縫ってあります。そうしましたら、返し口から表にひっくり返します。返し口が開いているので形を整えて縫い代2ミリで閉じていきます。こういった感じで閉じてきました。裏布を表布の中に入れます。裏布が中に入れられたら、ここをこのように折って、裏布の方から見て表布が1ミリくらい出るように折っていきます。一周折っていきます。今折ったところにアイロンを当てて縫い代2ミリで一周縫ってきてください。こういった感じで一周縫ってきました。ではこれで完成になります。今日はこれで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。